どうもお疲れ様ですそっかじくのくです、す久保アメリカの方からちょっと情報が入ってきたんですけどもどうも内戦がなんかね起きるとか起きないとかっていうふうなうが出てきましたねここ数年なかったことなんですけどもここでねなんでそういうことになったのか根拠をお話しすると多分 YouTube 止まると思うんでお話できませんけどもまあそんな 噂がね、ちょっと如実に出てきましたよと、噂というとね、なんか出所不明のような感じがしますけども、まあでも、今回の放送ではそのぐらいの方がちょうどいいと思いますんで、はっきりとはお話ししないでおきましょう。それから今、金の値段がどんどん上がってますけども、この金、おそらくドカンと来るかなっていうところですね、ドカンとって何がっていうと、暴落というんですか、金の価値がやっぱなくなっていくっていうんですかね、うーん、なんか、そんな方向にも向かいそうだなと。 うん、でアメリカの内戦によって、やっぱりドルが急落するのかなっていうところもありますんで、そうなると、為替の方もね、うん、どうなっちゃうんでしょうかってことですね、はい、あまり細かくは話せませんけど、すみません、以上ですでも、一応ね、そういうことがあったっていうことを記録で残しておきますね、でえー、数週間後ですか、数週間後、この動画を取り上げて、細かく解説する日が来ると思います、それでは。